もし今大規模な災害が発生し家族と連絡が取れなくなったら。1995年阪神淡路大震災、2011年東日本大震災、いずれの震災でも停電やアクセスの集中により通話やメールが使用できなくなるといった事例が報告されています。災害が発生し普段の連絡手段が使えなくなった場合に備えて私たちが知っておくべきこととは一体何なのでしょうか。大きな災害が起きた時には、電車が止まってしまったりなどしてそれぞれの人がバラバラになってしまって無事かどうかが確認できなくなってしまうことがあります。そのため安否確認というのが非常に重要になります。で、安否確認には2つのレベルがありまして、1つにはその家庭の中でですね、それぞれの方が無事かどうかというのを確認していただくというレベルと、もう1つその地域で町の中で、どなたが無事でどなたが行方不明だというのを確認するという2つのレベルがあります。例えばですね、NTT の171というサービスがありまして、こちらは声の伝言板のようなもので、電話で171を押していただいて、でそちらにですね、まずは安否を発信したい方が自分の携帯の電話番号などを入れてですね、でメッセージを吹き込むと。でその後安否を確認したい方の家族がまた171に電話をして、そこで相手方の電話番号を押すことで吹き込んだメッセージを聞き取れるというものです。こちらは被災地の電話にはつながりませんので比較的つながりやすい方法になります。また171のウェブ版というのもありまして、 Web171 というんですけども、そちらでは文字の情報でやり取りができますので、同じように相手の電話番号を入力して、無事ですだとかの文字を入力をしていただいて、また確認したい方がそちらにアクセスをしてそのメッセージを確認するというものです。でそれ以外にも携帯電話の各社でですね、同じような安否確認サービスも、用意してますので、ちょっとそれぞれ の携帯の電話の会社に確認をしていただきたいと思います。できればですね、複数の安否確認のツールを持っておくことで一つがダメになってしまっても他でつながるというようなことになりますので、ぜひいろいろな安否確認のツールを確認しておいていただければと思います。はい、川崎市で発行してますこちらの、備える川崎というパンフレットにですね、安否確認のツールについて具体的に説明がしてあります。で裏面に QR コードなんかも載ってますので、こちらを見ていただいて、事前に確認していただければと思います。麻生区役所でも配布しておりますので、ぜひ手に取っていただければと思います。地域単位での安否確認のお話なんですけども、大きな災害が起きた時にはたくさんの方が被災をしてしまいますので、行政による救助がなかなか時間がかかってしまうことが考えられます。そのため地域ごとにですね、どの方が無事でどの方が行方がわからないのか、例えば建物に閉じ込められていそうだとか、そういった安否確認の情報をですね、まとめておいていただくことが非常に重要になります。でそういった地域ごとにですね、安否確認をまとめていただくときに核になるのが、町内会、自治会、またそれらを核にして、結成される自主防災組織という、組織になります。これらの団体がですね、日頃から防災訓練をして、安否確認の訓練などもしてますので、ぜひそういった活動近所でありましたら、参加していただければと思います。例えばこういった黄色いタオルの活動というのが今地域で広がってまして、災害の時にですね、無事だった時にこのタオルを家の前に掲出していただくと、掲げていただくと、安否確認をする方々はですね、この黄色いタオルがかかっているところは安否確認をしないで済む、そこを通り過ぎることができるので、かなり効率的に行方不明者を見つけることができるというふうに言われています。こういった活動をしています自主防災組織に関心のある方は、麻生区役所の危機管理担当にぜひご連絡をいただければと思います。